ああ、どうも。ああ、どうもどうも。ああ、どうも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 。孝太郎君行ってきましたよ。式。ブラスバンドの指揮。どうやっしたっすか、か？まあ、まず指揮棒を買うところから始まりましてね。まあ、式も買わないとね。買わないと、これ借りるわけにいかないからあ、さ。そうね。したら、アマゾンで買ったら案外安いのね。ピンキリだよ。あ、高いのもあんの？あるでしょ？俺は、というかね、人気ナンバーワンズとか買ったんで。それいくらだったの、小太郎くん。2300円ぐらいかな。あららららら、いいの買ったね。俺の999円だって。安安いんだ。っ。それね、小太郎くんのケースついてんの？ついてないよ。ついてないんだ。それ買ったんですよ。ないとね。ないとほらできないから。それでほら、YouTube で、指揮の仕方っていうのを 見式て、の仕方。とりあえず。ほほほほほ。そしたら、まあ普通に、ほら、あるじゃない、4拍子とか3拍子とか。もちろまあでもやっててもしょうがないんだけど、ん。まあ、とりあえず基礎ぐらいはあった方がいいなと思って。なるほど。で、行ってきたんですけどね。まあ当日は、定期演奏会があるらしくて、それの、まあ、最終リハーサル的なね、感じがあるので、割とこう人が集まるから、その練習の風景をちょっと見ていただいてなんていうんで行ったんだよ。なるほど。もう朝の8時から11時まで練習してるっていうからさ、夜の11時まで？午前中だけ。ああ、びっくりした。午前中だけね。だって、なんていうの、50年ぶりぐらいのさ、中学校になるわけじゃん。だって俺63になるわけでさ、で、中そうね。学校卒業するのって15歳とかでしょ？だそれからほら足踏み入れてないから、で結構やっぱ変わっちゃってんのね、校舎とかもね。建て替えちゃって。あ、もうそうでしょ？だからもう全然変わっちゃって、体育館も違うし。そりゃそうだよ。ねえ、やっぱそこに行って初めて自分が年取ったっていうのをこう感じたわけですよ。なるほどね。なのにね、陸上部とかも練習してるじゃない。見知らぬ俺に、こんにちはって言うんだよね。今の子供ってのは偉いね。あ、そう。こんにちはって言うんだよ、小太郎くん。俺も道路工事してる警備のおじさんにこんにちはって言われて。マジで？びっくりしたどういうもこと？ん。お、いや、通るときにさ。親近感覚えられてるってこよ、と？わかる、こんにちはって言われちゃったよ。こんにちはって言われたの？で、小太郎くんどうしたの？おじさあ、どうん。もっつって。ああ、どう思ってたの？ びっくりするじゃなくて。それびっくりするよね。俺もこんにちはって言われるから、こんにちはって感じで言ったんですよ。まあ、そうだよね。そしたら、まあ、ほら、校舎の前っていうかね、そこに車止めてくれって言われたから。そしたら、顧問の栗田先生が、もう36歳？迎ほうほう。えに来たんだけど、36って子供じゃない、俺のもそうだう。ね。そこからまあ音楽室に通されてさ、で、まあ、栗田先生のさ、まず指揮のもと、演奏を聴かせていただいて、で、孝太郎がやっぱり今、少子化っていうけど、本当だね、全員でね、12人しかいないのよ、部員が。まあ、全体の数が減ってるからそうだろうで、当日はやっぱりちょっと欠席者もいるじゃない？ね。で、9人しかいなくて。まあでもね、集まってくれたから。まあそこでこう演奏始まってさ。で、それで、どうですか？一曲、指揮なんて始まって。じゃあちょっとやらせてもらいますよっていう感じになってさ。この前来て、レインボージャケット着てたんですよ。生徒がもう何者なのって感じの顔になっちゃって。あ、それ、ファンの人とかいないんだ。ファンの人とかいないファンの？の誰もいないよ。もう本当に中学生が、なるもうほなんていうの、ど。孝太郎君、本当宇宙人との遭遇になってんですよ。そういうことだ本当よに。ね。で、もうなんていうのかな、俺も、ほら、孝太郎君にも言ったことあるけど、俺、学校の先生になるのがさ、夢だったのね、ああ、こそうのだロックンロールで飯を食うぞって、大学の時に、ね。決めるまで。それまでは本当に高校とか中学の先生になろうと思ってたから、で、ほら、ロックの学園なんていうのもやってるからね、なんとなくこう、子供の心をつかむ自信があったんだよね。だから何にもつかめないんですよ。
そうやな、やっぱさ。何を言っても。じゃあ、ね、そういうもんなんですよ。だからさ、うん、俺らがさ、まあ、バンドでデビューしたかったけどさ、うんうんうん、デビューしたかった年代にデビューできてないわけじゃん。もっとその、まあ、その十何年もとかじゃん。そうだね。だから、シーンが変わってるんですよ。いや、変わりすぎてるよね。うん。それでまあ、まあ、式はまあ、やらせていただいて、それはちょっと動画で撮ったんで、うん、まあ、ちょっと演奏はね、その後で編集してアップロードしようと思ってるんだけど、うん、まあ、それは見ていただければ分かるんだけどさ、みんなを和ませようと思って演奏の前に少し喋るんだけど、全く滑ってるんだよ全部、よくないね、よくないでしょ。レインボーの式だ、前代未聞だよそれ。そこ前代未聞なんだけど、ちょっとつかめるかなと思ったんだよね。やっぱ黒でしょう。やっぱ黒なんだ。黒だよ。で、まあ、まあ演奏終わって、いろいろ言うんだけど、うん、最後までつかめないのよ。なるほど。で、帰るときに栗田先生にね、栗田先生は、うん、なんだ、36歳、ずいぶん年下だけど、うんうん、先生をずっとやってるわけじゃない。はいはいはい。で、俺がこう言ったのよ。うん、中学生のハート、つかむの大変ですねって。うん。じゃあ栗田先生が俺にこう言ったんだよね、うん、加藤さん異ジャンルすぎますよってだから自分自身も絡めないって言われたの。それ何先生も どっから来た話なのそれ。これさ、うん、小田君もご存知の通りさ、うん、リグレーチューインガムってコレクターズの曲あるでしょ、はい、これバイクのザ・バイクの一番最後の曲じゃない。はい。これが屋根裏でさ、チューインガムが飛んだ日を孝太郎君覚えてると思うんだよ、客席で。覚えてるよ。あれを投げ込んだのが、孝太郎君もよく知ってる、ケンちゃんなんだよ。斉藤ケンちゃん。ケン、ね、知ってるよね。うん、知ってる。彼さ、先生だよね。先生になったじゃない。うん。先生になったと思ったら、校長先生になってたんだよ、もう。気づかない間に。なるよね。うん、で、ケンお前何やってんだっつったら、校長先生なんですよって言うわけ。校長先生って偉いんだよなってなって、うん、で、実はこのブラスバンドの企画なんだけど、うん、どっか見つけてきてくれよって俺が言ったんだ。なるほど、なるほど。そしたら校長先生が駆け回ってくれたんだよね。なる、校長。そうだ、校長の、だから上から行ったんですよ。え、その中学の校長なの？もう違う中学。あ、違うところね。違う中学で、そのエリアでやってくれる中学いないかと。なるほど。ああ、そしたら加藤久志っていうね、ミュージシャンがいるんだよ。うん、母校どうだって多分プレッシャーかけたんだろうね。なるほどね。そこからの流れだからさ、栗田先生にしてみても迷惑な話なんだよ。なるほど。昔のあれだ、ブティック社の部長みたいなもんだ。そうそう、ブティック社の部長と一緒よ、小田君。そっか。だからこう、異ジャンルすぎますよって言われちゃうよ、俺だって。なるほどね。それでさ、小田君さ、うん、ほら、うん、カメラマンが必要だから、それこそ、朝早くさ、来てくれなきゃいけないから、近所の人頼むしかないじゃん。なあ。iPhone でいいんだから。ね、はいはいはい。そしたらもう出てくるのは、八木橋百貨店の宮爺でしょ。うん。で、宮爺にお願いしたら、俺の喋ってるトークがさ、うん、中学生には滑ってんだけど、宮爺に受けすぎてるんですよ。宮爺の声しか入ってない。なるほどね。うん。そっか。まあちょっと期待してください。ええー。しっかりその辺も編集して。で、孝太郎君が指揮した時結構人いたもんね。いたね、結構ね。ねえ。うん。だからそれに9人で対抗するから、こっち。ああ、そっか。うん、でも14、5人ぐらいだよ、きっと。あれ、いやー、そこはでかいよ。そこでかい。やっぱブラバンは人数ですよ。そうね、うん。まあいいんじゃないの、でもそれも。うん、まあでもなかなか面白い経験させてもらったんでね。うん、これが続くといいなと思ってるんですけど。式の入りどうしたの？曲の入り？僕はロックンロール的に1、2、3、4で行くからねって言ったんだけど、全然ウケないんだよ、これ。なるほどね。これ難しいよね、曲頭ね。いやだからちょっとテンポのこととかもあるからさ、そうしばらく空回し見てから入ってくるっすよ。ああ、そうかそうか。じゃあこれからちょっと回して、うん、つまりキャブ車でいうと断禁運転したわけだ。断禁だし、ダブルカウント的に取られたら結構ですけど。なるほど、
でそういう感じになっちゃうもんね。うん、給油やっぱってても俺ができないよ。そうだよね。うん。俺はだから1,2,3,4でしょ。1,2,3,4から普通に指揮棒振りですよ。そっからもう1,2,3,4はビートルズだけど、指揮棒振ったらカラヤンだもん。うん、なるほど。そういうの見てってるから YouTube で。世界の小沢とかがどう振るのか。誰もまともに振ってないでしょ。振ってないし誰も見てなかったよ俺のこと。それ見てないんだよ。で、あのカラヤンとかだって見てないでしょ。見てない。うん。うん。だってカラヤンのところでさ、吹いてるやつなんかさ、弾いたり吹いてるやつなんか別に誰がやったってそんな上手いんだからできるでしょ。まあね、でも全然俺もなんだよこの振り方と思ってさ、ああそうだね。なんの参考にもならねえと思ってやめたもん。まあ難しいよ。俺も高波慶太郎だもん俺だからコンセプトは。なるほどね。うん。慶太郎君と長谷川ちゃんのね。そうそう、あのインペクの人たちが来た時の慶太郎だもん。だって実際にこう間近で指揮を見たのは長谷川ちゃんとかしかいないもん。いない、うん、そう、ね、長谷川ちゃんと慶太郎のみだね。そうだからもうその二人が俺たちの師匠じゃん。そうなんだよ、うん、だからなんかそういう気持ちでやったよ俺も。そう、慶太郎くんは実に堅実な指揮だったよね。あ、そうだね。もうずっとメトロノームみたいな、ね、そう、メトロノームみたいなね、うん。どちらかというと長谷川ちゃんの方が表情があったもんね。そう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 、うん、俺もそこはロックンロールで行ったんだよね。どういうこと？いやだからちゃんとこうグルーブをさ、こう、ああそうなんだ。ここでこうみたいなさ。なるほど、ね。だからやっぱギターやってる時のあれ感情で行ったからさ。なるほど。うん。多分俺のこと見てたのはスネアドラムのやつだけだったんだよ、ないかな。ああそう。うん。あとはみんなほら譜面を追いかけるので精一杯。まあでもそうだね。スネアちょっとねテンポがあるからね見てないと。ね。うん、ね、まあでも。いや面白かったよ。あ、そう。うん。よかったですね。うん。だからあれがもうちょっと大人数とか会場がね広くてお客さんがいたりしたら式も燃えるだろうね。もう燃えるよね。うん。と思った。うん。まあちょっと奥深すぎて分かんないけどね。いやいや本当本当。あそこからどうね、うまい式と下手な式になっていくのかっていうのは分かんないもんね。わかんない。だからその本番なのか仕込みなのかもわかんないし、うん、ああそうね。あとその演奏者の力量なのかもわかんないし、ね、うん、そうそう、わかんないね。まあ面白かったですよ。そうっすか。うん、いいっすね。なかなかね貴重な経験させてもらいました。平日？うん、ね土曜日。あ、土曜日。うん、土曜日だから午前中部活動があるからって。なるほど。うん、そうっすか。ああ、久しぶりに中学校入りましたよ。中学ね。うん。中学はあんまり入ったことないな。そうなんだ。あ、でも、そうだよね。俺もだって、何十年かぶりだもん。で、子供のももう中学の時は学校あんま行かないもんね。行ったでしょ、義務教育なんだから。いや、俺は小学校以内は結構行ったけど、小学校行ったけど中学校行ってないの？中学校はほとんど行ってない。俺じゃない、息子のほら、行事とかの話よ。あ、そういうことね、うん。自分じゃなくてね。自分じゃない、自分じゃない。うんうんうん、俺中学行ってないもん、もう2年とかあんまり。あ、そうなの？うん。しょうがないですよね。そう、結構二日酔いでさ。なんでだよ。いや、飲みすぎて。だから、だから分かるけど、なんダメでしょう、こっち。ダメなんだよ。起きたらもう10時半とかだから。ああ、行かないね。もういいやと思って。うんうんうん。それは行かない。うん。なかなかそうすると結構昼間とかいいドラマの再放送とかやってるんだね。やってるよね。そう。確かに。昔さ、なんかテレビ東京あるじゃん。東京12チャンネル。うん。あれ午前中の10時からさ映画やってたんですよ、うん、まあやってて知ってる知ってる。あれさ、ずる休みした日にさ見るのがすげえ好きでさ、うん、すっげえカットしてあるやつね。すっげえカットしてあるやつ、うん、多分俺あれでコレクター見たもんな。あー、やりそうだね。やりそうでしょ。うん、やってたやってた、まあ、学校よりためになった。やってたよね。あ、俺なんか3時のあなたとかも好きでさ。ああ。でも3時のあなた見る頃になっちゃうとなんかこう暇になっちゃうんだよね、中学生とかね。で3時のあなたもね、
30分ほど見てるとね、うん、下校が始まるんだよね。ああそう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 、早くも。確かにね。ねえ、まあ、あんまり記憶にないっすよ。いやいや、俺も本当にもう忘れちゃってたよ、中学生の頃って。相当前だからね。うん。まあ、中学生でしょ。そう、中学生。やっぱハート掴むの難しいよ。いや、ほんと難しくてさ、全然受けないんだよね。え、高校生より難しいよ、多分。高校生の方がまだいけるかな。高校生の方がちょっと気遣いそうだ。あ、そうだね。うん。確かに。自分が中学の頃思うと、やっぱりそういうの受け入れないな。うん、受け入れないし。うん。あれだよね、自分が中学生の頃思い出してさ、うん。もう30歳も40歳も50歳も分かんなかったもんね。分かんなかったね。だから先生の年にしてもこう訳隔てなくただの大人って感じじゃん、うん、そうだね。うん、だからいや大変だったよ本当に。だよね。うん、だって、まあ、こう太郎はそのあんな田舎で俺のレインボージャケットを平然と受け入れてるんだよ。まあほら今はさ、それそういう時代じゃないもん。そこに驚かないんだ。驚かないでしょ今。ああそう、昔、俺が中学の頃はさ、うん、田舎で髪立ってたらちょっとみんな驚いたと思うけどさ。ああ、そういうことね。うん。その中学生じゃないからもう。今じゃ驚かないでしょ。だから宮地がもう気ぃ利かしてくれて、うん、あの、悪の天使かけて、うん、これドラゴンボールだよって言ったんだよ。これでもみんな知らないってなっちゃって、あれってなっちゃって、あれってなっちゃったんだよ。厳しいなぁ。ね、南米で900万以上の再生されてるあの曲がだよ、小太郎くん。厳しいね。知らないって言うんだから。あ、そう。やっぱおじゃる丸かなって言ったところで会話が止まったんだよね。おじゃる丸も、もうこち亀なんか全然ダメだろうね、もう。全然全然ダメ。だって生まれてないもん。全く生まれてないもん。そうか、だってドラゴンボールだってさ、うん、6年、7年前とか。6年、7年前じゃん。で、今さ、13歳とかのさ、7年前って言ったらさ、うん、ドラゴンボールやばい、見てないでしょ。厳しい。厳しいな、微妙なとこにいるんだよ。だから、すべてのさ、作戦がさ、もう、外れたの、裏に出たの。厳しいな。厳しいよ。本当に。いやー、なかなか俺だったら心折れるな。いやいやいや、ほんとね。いや、一回ぐらい掴みたいなと思ったの、ほんとに。うん。うん、もう、ダメだったね。ダメっすか。ダメだった。まあ、いい経験しましたよ。まあ、そんなこともありますよ。そうですね、ほんとに。曲については何か言ってなかったの？もう何にも言ってない。ただ本当に吹かされて吹いてますみたいな感じで。何だか分かんないんですけど吹いてますよって感じで。でも好きだったな。栗田先生ちゃんと指揮しながらさ、送付見ててさ、うん、めくるんだよね。へえ。だから、あ、ちゃんと表情つけたりしてるんだなと思って。偉いね。心の中で栗田先生ごめんなさいって思ったもん。栗田先生、男？男男。うん。うん、熊谷出身？熊谷出身。音楽大学出てるからさ。ちゃんと熊谷に何配置されるんだ。ね。案外そういうことないじゃん。うん。だから36って言うからあれなんじゃない？いろんなとこ回ってきて、あの36なんで来るんじゃないの？もしかしたら。だからラスク買ってったもん。あ、そう。栗田先生。でもラスク、地元の人別に珍しくないじゃん。そうなんだよ、そうなんだよ。ひよこの方が良かったね。ひよこの方がいいしさ、東京バナナの方が良かったよね。そうだね。うん、ね。逆に言うと、だって、向こうから持たされるものが、ね、本当はね、本当はね。ラスクはね。本当はそうなんだけど、うん、こっち来てから買ったでしょって感じだもんね。本当そうなんだよ。バレバレだよって、八木橋って書いてあるんだもん。うんうん、だってここは八木橋さん建てないと。まあね。いや、それ建てるって意味じゃないだろ、それ。いや、熊谷のハローズなんだからさ。いやいや、もうものすごい大失敗な企画になっちゃって、これ。ピーネーム、新しいひらがなさん。検診結果が来ました。心電図、眼底が再検査。
お有給を取り午前の内科へはバイクで向かい再検査結果問題なし、はい、ラーメンを食べ少し流して帰宅、はい、午後の眼科医は電車、はい、問題なしでちゃっちゃと終わる予定が、うん、網膜に穴が開いてますねと、まさかの問題あり、うん、レーザーで焼いておきましょうとそのまま手術となりました。はい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 、説明質問同意書へのサインを済ませ瞳孔を開く目薬を追加、うん、さらに点眼麻酔着々とレーザー照射に近づいていきます。なるほど、固定具に顎を乗せさらに看護師さんに後頭部を押さえつけられながら、うん、いざレーザー照射、レーシック以来のレーザーです。黄色い光が網膜を焼きます。はあ、そうなんだ。毛細血管の影が稲妻のようにちらつき、薄いところは痛みも激しく、恐ろしい、ここもとついだのように焼きまくられました。術後は瞳孔全開で眩しくピンボケ、焼かれた右目は眼精疲労のような鈍痛、無意識の緊張による肩こり、頭痛、恐ろしい。1週間から3週間は安静に過ごすこととなりました。ご自愛ください。網膜に穴開くとそうなんの。勘弁してよ。怖いね。その日には対応したんだね、もうね。すごいね、でも早くやった方がいいんだろうね。それが怖いよね、なんかよ、こ心の準備もクソもあったもんじゃないっていうさ。そうだよね、うん、やっときましょうってそのまま始まっちゃうんでしょ。うん、うわー、怖怖えな、これ、うん、まあ、眼底検査はバイクじゃいけないもんな、そりゃ。そうだね、それ帰れないよね、うん、それじゃ帰れないもんね、あれ、うん、うわぁ、まあ、こういうお便りも多くなってくるわけですよ。そうだよね。だって考えてみてよ、こうポッドキャスト始まった時そういう体の不調のメールそんなになかったよ。なかったし、こっちもね、うん、泣き言が少なかったよね。おしっこ我慢できたもん、うん、リアルじゃなかったね、当時ね、うん、そう、今弱気だもんね。ちょっと出かけるときに一応おしっこしてから行こうって気になるもんね。そうだよ、このまま行ったら来年なんかもうこの番組命の電話みたいになっちゃうよ、きっと。なってるね。ほんと、まあ行ったね、これ。まあ行ったよ、ほんとね。渋谷クワトロマンスリーが今度の日曜日ですね。はい、15日、そして21位は大阪ビッグキャット。そうです、リビングルームライブショー22回、7月のクワトロ有料配信は今晩9時まで。そう、今夜9時まで、今日から6月のクワトロのライブ音源がデジタルリリースされましたと。そうです、買ってください。そして11月には僕上野くんと一緒に九州にちょっと行きますのでよろしくお願いします。いいですね。なんかイベントのお誘いをいただいたんで。どこ、どの辺でやるの。それはね、北九州からもらったんで。あ、北九州なんだ。どうせだったらちょっと後に2つぐらいやってから帰りましょうかみたいな。ああ、そうなの。ああ、そういうことだったんだ。だって単発で行ってやったらさ。まあちょっとそうね、遠いしね。うん、うん、せっかく行ったらね。あの北九州といえば福島会長。はい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 。ね、あの最近ほら俺あの血糖値がさちょっと高めだから、うん、糖質制限してたら痩せちゃったじゃない。はいはいはい。でいろんなところでこうスピッツさんとイベントやったのも写真に上がったりなんで見てくれてるんじゃないの。うん、突然お前痩せたけど病気かってメール来て。あ、そう。心配されちゃってるからさ。だから夏ちょっと前に上野とあの博多でやった時に来てくれて、うん、会長どう対処したら、うん、あんま良くねえんだよって言ったよ。あ、そうなんだ、うん、とはいえば元気そうだったけど、うん、そういえばあのスピッツ の, このサンセットの時もさ、うん、あの乾杯の前に正宗君とちょっと話したらさ、うん、耳元でこっそりさ、うん、痩せましたけど病気ですかって言われて。マジで。だから血糖値が高くなっちゃったんですよって言ったら、僕も少しずつ上がってんですよって。あ、そう、うん、やっぱ年にはかなわないねって話したのよ。へ、うん、なるほどね。こっそりまあ聞くよね、病気ですかって。まあだって聞けないじゃん、痩せたけど病気って言えないでしょ。まあそうね、うん、病気じゃないっていう答えが待ってるんなら聞けるけどさ。まあそうだよね、病気だった時にさ、ほんと目も当たる。そうね、もう心配されちゃうもんね、今我々は。ほんと痩せると、いやいや、そうなんだよ、年取るとね。マジマジ。だからマシロみたいになってないとダメだね、ずっと同じじゃないと。それがいいかどうか分かんないけど、うん、ね、小太郎くん。そうね、でもね、高校2年生の時から形が変わんないんだから。すごい、 SR よりすごいよ、小太郎くん、ヤマハの。あれも変わんないけどね、うん、
ヤマハの SR かマシロかって言われて、あんまりでもさ飯とかも昔ほど食わなくなっちゃったんだよな。誰が？俺。あ、マジか。あ、そうだよね、うん、でさ、あのマスコズミちゃんもさ、うんうんうん、なんか痩せるからプロテイン飲んでるよとか言ってたもんね。え、マスコが飲んでんのプロテイン？だから痩せちゃうから。痩せちゃうから、うん、昔よりやっぱ食わなくなったから。食べなくなるからね。うん、で痩せちゃうからプロテイン飲んでるって。そうなんだ。で俺今日ね、本当にね、そういうことも、ね、考えてね、うん、3年ぶりぐらいにね、うん、あのご飯食べたんだけど、お昼ご飯。お昼ご飯、はい、大盛りっつったもん。いやー、言うね、うん、で、食べきれたの？なんとかなったね。あ、そう。これ慣れちゃうとさ、胃袋が、うん、大盛り欲するんですよ。あ、食べれるようになるんだ。だからもうちょっと鍛えよう。あ、食べるようにね。うん。じゃあオリバーヌードルだよ。そうだ、オリバーヌードル。オリバーヌードルはあの小盛りですよ。まあいずれにしてもちょっと顔出してあげてよ。俺出しますよ、だから行ったら。あのバイカー軍団でさ、うん、行ったら半平ちゃんが一人先に行ったっつうんだよね。あ、もう行ってんの半平ちゃんはね。あ、そうなんだ。近いから。あ、近いもんね。うん、そうかそうか。車で行っていっぱいやろうな。誰かの誰かに言うんでしょう。そうね。あ、でも並んでたら悪いもんね。あ、そうかそうかそうか、そうだね、うん、あんまり広そうじゃないもんね。うん、そしてパレードを追いかけてブラスで復興の企画を募集中。大募集してます。おい、このポッドキャストはスタジオ MOG の音楽誌ドーナツから配信してます。配信してます、写真館もそちらにありますね。あります。YouTube では全ての配信が聞けますのでチャンネル登録してください。はい。 P メールはブクロ24@gmail.com。 はい。P メールを紹介した方にはバストリアステッカーを送ってますので、ご希望の方は郵便番号、住所、お名前を書いてください。はい。それではまた来週。 Do the download Do the download 池袋交差点24時。